新しい自分と巡り合うために、ここから一緒に踏み出そう、ザイナスアカデミはい、では続きましてですね、今度11月の6日に行われます、大分マルシェについて、学生の方から説明させていただこうと思います。それでは、よろしくお願いします。どうもどうも、調理師2年生1年の後藤しおんです。1年生1年の岩本楓です。私たちは11月6日の土曜日に開催される大分マルシェに参加します。時間は午前9時45分から午後の16時です。場所は大分憩いの道北広場になります。滝田調理師専門学校はチキンニラカレーを販売します。大分市の旬野菜であるニラを使っています。大きなチキンも乗っている豪華なカレーとなっています。1個500円、限定100食になりますので、お早めにお買い求めください。ザイナスアカデミーという緑色の上りが目印です。皆さんのお越しをお待ちしております。たきたきた、はい、では続いてはですね、もう一つ、イベントがありまして、明野にありますアクロスタウンでの、地産地消フェスタの方に、うちの学校から、鶏肉を使った料理をですね、お惣菜を、出店しようと思っております。で、後ろに書いてます、一応11月20日100食、11月21日日曜日100食書いてますけども、一応、50食で2つの2パターンの、惣菜を、販売しようと思っております。で、それぞれ、学生が考えたメニュー、調理したメニューを、販売しようと思っています。1つ、400円になりますので、もしよろしければ、そちらのイベントの方にもお越しください。で、学生、今参加している学生お二人いますけども、合言葉がありますね。やってみましょう、はい、やってみましょう、どうぞ。きついですよ。え、一緒にやりましょう。せーの、たきたきたーって言わないです。渡辺さんのお父さんお母さん見てますか？娘さん出てますよ。こちら出てますよ。出てますので、どうですか？参加イベントいろいろ立ててありますけども、やる気はどうですか？気持ち的には。もちろんあります。やっぱ今年も。いっぱい売りたいと思います。そうですね、いろいろ学生の方にはですね、いろいろメニューの方も、考えていただきます。ヘミさんはどうですか？こちらヘミさんですので。どうですか、お料理、学校少しもう、まあ、前期が終わって後期に入りましたけども、少しは売りの方も上がって、こういうふうにイベントに出せる料理大丈夫ですか？もう自信しかないですね。ありがとうございます。その自信がどこから来るのかちょっと分かんないですけども、若干この教員側は非常にヒヤヒヤしております。いろいろ任せて、お料理をしていただこうと思ってますので、2人、まあ、他にも数名、まあ、2年生の方も、この2人1年生なんですけども、2年生の方にも協力していただいて、まあ、全学年挙げてのイベントが、11月は盛りだくさんになっておりますので、まあ、全、学年、全教員、全力で、頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いします。